か。つまり魂の完全進化。これは魂の戦い。一回戦と二回戦は神側の勝利。ええ、神の威信にかけて連敗は許されない。この圧は。ヘラクレス兄様。ヘラクレス兄様こそ変わらずのご様子で何より。ところで、俺だということはこのようなことを言える立場ではありませんが。ヘラクレスちゃん、えらくワルキューレたちと仲良しなんだね。場所は違えど同じ半神半人の出来損ないだもんね。神代表として、一人の武人として、俺は人類の終末に反対だ。神代表の一人として必ず完膚なきまでに勝つ。君相変わらずさ、どっちの味方か分かんないね。俺はいつも正しいものの味方だ。そう、4回戦はヘラクレス兄様。それにそもそも誰があのヘラクレス兄様に対抗できるんす。私が人類の中で一番嫌いなクソ中のクソ。人から神になった栄光に包まれた正義の象徴が、まさに正義対悪。どうなるか全く予想がつかない一戦だ。その闘志が我ら神々の心を動かすほどに。お姉様、ヘラクレス兄様がめっちゃキレてるんすけど。正直どっちを応援したらいいかわからねえ。人類史上最悪の殺人鬼、ロンドンシティの貧民街で少なくとも5人の娼婦を鋭い刃物で殺害。そう、あの謎は私のシャーロックにさえ解けなかったのだ。世界最高峰の頭脳を持ったこの推理作家もまた。最初に言っておく、神戸を垂れ敗北を認める。魂が完全に消滅することだけは許されるよ。我が身は論対戦を受け入れていただいた上、どれほど配色濃厚であろうと。小次郎と同じく、また二刀流か。ベルンドです。頼んだぞヘラクレスよ。我らギリシャの仇よ。神の武器、神器という何でも切り裂けそうです。お前の覚悟に俺も全力で応えよう。何のつもりだ。ちょうどティータイムだったので一杯いかがですか。さあ、最高級のダージリンなんですがね。ブリュンヒルデから何も聞いてないのか。何でも自分で試してみない得できないサガでした。消えろ。ヘラクレスがジャック・ザ・リッパーの神器を破壊。まさに悪あがき。なんだこれは。そっている私のベルンドはハサミ。そう言いました。あなたも随分育ちがいいですね。この袋より大きな武器は作れませんがね。それがジェントルマンのたしなみですから。人間が唯一神に勝っているものは何か分かりますか。人類の底知れぬ悪意の結晶は善なる最強神をもうがつ。最強の英雄に対し戦闘、まさかの連続殺人鬼。これが人類700万年の悪意の結晶。全て砕くのみ。刃の豪雨が神を攻め立てるが、サイボーグで全て弾き落とされる。不規則に変化する狂気の軌道に翻弄される。そこだ。やっちまえ。ちょっけ。ビビってるだと。よく見ろ人間ども。防戦一方じゃない。いつの間にか二人の間合いが近づいている。ただ正面からなぎ倒すのみ。ネメアの獅子よ、我を喰らえ。エルキュールエクソダス。ネメアの獅子。面白くなるのはこれからですよ。今の外れた方直したのか。おや、ご存知ありません、このセリフを。ちなみにフロムマクベス。俺の作品じゃ殺人鬼を止められなかったってことだ。
さあ第2幕の幕開けと参りましょう。やれヘラクレス。入れ墨が大きくなってる。12の難行を成し遂げ、12の神器を体得した。技を使うたび入れ墨が体に広がり、網の神なら失神するほどの耐え難い痛みが襲う。ヘラクレスっぽいね。さすが不屈の闘神。あの入れ墨が広がりきったらどうなるの？己の命と引き換えに強大な神の御業を生む。だとしたらさ、ギリシャさんちょっとヤバいんじゃないの？あんなに大口叩いたのに。私はあの男をヘラクレスを絶対的に信じている。神でさえ折ることができなかった強靭な心だ。さっさと話せよこの。この牛は母さんの薬と交換する。来るな。僕が相手だ。やっぱりやられちゃったね。決まってるだろ、あいつらが悪かったからだ。君ってすっごい優しいの？それともすっごいバカなの？僕は正しきものの味方でいたいだけだ。誰よりも貧弱な少年は誰よりも強く正しい心を持っていた。いついかなる時も正しきもののため。もっと強くなって役に立たなきゃ。食わなきゃ強くなれないよ。聞いたぞ、今日もやられたんだってな。だったらよ、神殿のあれを飲んでみたらどうだ。それを真の勇者が飲めば不死の肉体を得ることができる。アムブロシアによって無敵の肉体を手に入れたとされる。本気にしちゃダメだよ、あれはただの伝説だよ。力を、もっと力を。迷わず苦しい方を選んだ。ただ正しきものを守る力を得るために。貧弱だった少年をバカにする者はいなくなっていった。人類は今回も存続ってことでいいかの？ちょっと懲らしめた方がいいんじゃないかしら。じゃあバベルの塔を壊した時みたいに。また前のやり方じゃ仕置きが過ぎて何もかも滅ぼしかねねえ。ここはこの軍神アレスにお任せいただきたい。文明は幾度となく神の手で破壊された。終末だ、神の怒りだ。その命をもって罪を注げ。神の正義に身を委ねよ。神には抗え、人類は諦め、ただ祈ることしかできずに。バッカ野郎、神に逆らいやがって。来るんじゃねえ、英雄気取りが。人間にしてはなかなか見どころがあるな。さすれば貴様の命だけは助けてやろう。作り生かすのも神の勝手なら、罪を与えるのも神の勝手か。迷い揺らぎ成長し生きるのが人間だ。必死に祈りを捧げるか弱きしもべを、それでも自ら挑着せんとする神が、血を閉じて神々に抵抗する。ゼウスの血あるいつも正しき者の味方でいたいんだ。あれは過ぎた力を求める者への戒め、見込み違いであったか。ここは一歩も通さん。その力、たった一人で我が剣族神軍の戦法を壊滅させ。おい、もう十分じゃろう。ノアレス、わしの血なんて飲み寄ってからに正しき者の味方でいたいんじゃろう。神ならうってつけじゃ。今後二度と人間にあだらさんと誓え。お主が人類を正しく導けよ。無茶なやつ、今度は神様になるって。それは神々と人が交わる神話の時代が、神々の信仰なき時代が続くことになる。ゼウスの制裁ヘラにちなんで名付けられた。あいつと互角に戦えたのはあの時だけ。俺との戦いを経て神となったあいつを、そして不屈の闘神ヘラクレスと拳で語り合えたことをな。この試合で初めてジャック・ザ・リッパーが自ら。上げる、逃げ切れない。至る所に張り巡らされている。さっきあなたが壊した傘、前後左右
軌道予測不能の刃物が激しい夕立のように。あの量を食らい続ければ致命傷になります。しかし正直ちょっと複雑な気分だな。エルキュールエクソダス、強風を呼ぶ鳥。小細工で俺は倒せん。いいえ、やはりあなたは。これは期待できそうだ。初めてなんですよ。神様はあなたが行く瞬間はどんな色に染まるんでしょう。